just wanna know what you think about me when the summer's over. Hey, yeah, it's been a blast. I still remember even after October. And when the winter falls, just think about me and I'll keep you. せーの、むにっともちっとゆびまろです。こんばんは。今日はレインちゃんと、はい、今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。イエーイ。と、はたつんと、どうもみなろし、はたつんです。よろしくイエーイ。どうもみなろし、はたつんです。イエーイ。あ、今使った方がいい？さっきのでいいです。どういうこと？今日は3人でね、金沢に旅行に来てるんだけど、 Vlog 的な感じで1泊2日の旅を私のチャンネルではやりますので、みんな見てください。それではレッツスタート。やったんだけど。2人ともデニムなら言ってよそれ。はい、いや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 、合わせないよね。たまたまあったんだもん。どれそれ。そういうの良くないよ、3人組で。間違ってる。いただきます。うまっ。ほら、これブリ、ブリブリのハマチブリ。いただきます。これは味噌カツの時と同じ反応です。これを幸せって言うんだね。こういうことを幸せって言うんだと思う。うまっ。美味しい。美味しい。輝いてます。輝き、すごい。食べても大丈夫ですか？いいですか、お願いします。はい、私新幹線、輝き乗ってきて。あ、そう、あ、輝き乗ってきた。そう、赤坂じゃないんだ。輝き乗ってきた。いただきます。はい、はい。とろしい。とろけますか？とろけた。やっぱ違うわ、全然違う。岡山とは違う。全然違う。おやこ丼。おやこ丼。美味しい。ほんまに美味しい。ほんまに美味しい。マジで美味しい。いただきます。じゃーん。うわ、めっちゃ美味しそうじゃん。見せてよ、やっこ丼。どうですか？うまっ。うまい。やだ、美味しいね。美味しいね、本当に。口の中が喜んでるね。うん。なんでしょう。サーモン美味しいね。めちゃくちゃ美味しいよね。今ハマチか。何かわかんない。ハマチだもん。美味しい。なんだろう、美味しすぎて切れちゃう。ごちそうさまでした。私の胃袋のここの辺に入ってます。せーの、ごちそうさま。
様でした。美味しかったです。2つ持ってきます。フグから揚げ買いました。フグみてえな顔なのか。フグみてえな顔しやがって、しやがって。なんか普通の唐揚げに見えるね。ね、見た目。いただきます。真ん中に骨あるよ。はい、はい、うん、あ、フグが、うん、骨あった、骨あった、うん、ないな。めっちゃ美味しい。うまっ。うん。おいしい、ジューシー。レインちゃんいない。レインちゃんいない。骨があったからフレームアウトしてた。あ、そういうこと。おいしい。私、魚さ、うん、ちょっとパサパサ系の魚苦手なんだけどさ、うんうん、うまいね。しっとり、おいしい、うん、しっとりしている骨です。私食べれた骨、うん、え、大丈夫。いった。私のここに入ってます。やばいやばい。美味しかった、美味しかったです。ちょっといい席があるんでご案内します。はい、お願いします。食べたいと思うんでね、ちょっといい席があるんですよ。いい席あります。こちらです。あ、さっき撮ったところじゃないですかね。今川焼きでーす。いただきます。熱々。いただきます。うん、なんかうま。あー、熱々美味しい。ぎょーん、粒あんだ。あ、ね、うん、粒だね。どっち派？うん、どっちでもいい派。うん、私はね、粒派ですね。でも私も粒派かもしれん。私も粒派。あんま気にしたことない。うん、結構ね、こし派の人いいんですよ。あ、そうなんだ。皮が嫌だみたいな。でわざわざこしてあることに美学を感じるというか。あー、なるほどね。私は結構こう豆が好きだから。うまっ。皮の感じいいよね。おいしい。ほんとは今この私たちが座っている目の前にあるお店の山さん寿司っていうところがあって、ここの海鮮丼が食べたかったんだけど、ここね、ご飯しかね写真撮っちゃいけないって書いてあってね、ちょっと食べてるとこは撮影 NG だったので行けませんでした。お詫びの今もがが焼きだね。お詫びのもらってない、自分たちで買ったけど。かわいい。ドゥーン、ドゥーン。いただきます。カンパーイ。見てんの、うまっ、おいしい、うん。
めっちゃ美味しい。美味しい。うまっ。うまっ。さすが金箔高かったから。高かったね。金箔の味が。金箔味した。せん。美味しい。めっちゃ滑らかよ。めっちゃほうじ茶だね。ね。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。私ソフトクリームより好きかも。ソフトクリームだ。ソフトクリームですよ。普通のソフトクリーム。あ、そう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 。食べやすい。この人はあの抹茶売ってるのに、私抹茶にしようかなって言いました。何言ってんのって。店員さんも真顔だってんの。あんな笑顔の素敵な店員さん。ねえよ。ねえよ。美味しい。マロチャンネルのとこには石川さんの住んでる人とかいるのかな。うん。いた。DM くれた。前金沢のお土産をもらった時に、なんか私も行きたいなみたいなのしたら、石川県の方が DM くれて、私石川に住んでますみたいな。嘘。じゃあ今日いないか。今日はいない。でも DM で石川来るんですかって言われて、行きますよって言ったら楽しんでくださいって。来りゃいいのってくれた。ここいるよ。サインペン持ってるから。ゆうちゃんのそれはやっぱりあの私の視聴者さんはありがたいことに皆さんあのモラルがありますので。 あるんだね、やっぱりそういうのはね。詰めかけないという。優しい。素晴らしい。いい視聴者さん。うわー、えカラスがすごい勢い。ここに行くの来たね。トラウマなら。ちょっと食べれなくなる。なんかコーンが美味しい。うん、マクロコーン美味しい ね合うね。うん、もう暗いけどまだ5時です。ね、日が落ちるのが早いね。うん。なんだろう、もう明日で終わると思ってちょっと寂しくなってきた。泣いちゃう。早いね、マジで。ね、早い、なんかあれだな、もう一回行きたい。まだいるの。滞在中やないか。滞在中や。夜は長いよ。長いよ、寝かさないよ。今ね、あの21世紀美術館でいっぱい写真撮ったんで、いっぱいって言ってもまああれですけど、うさぎのところで、みんなが教えてくれたうさぎの椅子のところでね、いっぱい写真撮ったんで、インスタ見てください。ここに貼っとくから。貼っとくか、貼っとくか、これです。バイバーイ。朝怒涛の髪の毛をやってやりました。やってくれたよ。ありがとうございました。いえいえいえ。ということで今からねバスに乗って東茶屋街まで行って、あ、これだこれだ、このバスだ。これは店内第1位、そう、記念店内第1位。白だしのムースがね、かかってる金箔のりの、金箔のり、うん、コロッケ。私はバジルチーズの第2位のやつを飲みます。それではいただきます。いただきます。あ、ちょっとひなってきちゃった。うん、濃厚。美味しい。うん。美味しい。うん。うまっ。めっちゃ揚げたてやしさ、めっちゃ美味しい。揚げたてをくれるの。うん。美味しい。毎度。金箔。うん。ちょ、今時間経っちゃったけど、これ多分周りのあられがすごいもっとカリカリだよね。本当は。美味しい。うん。すごい。
トロトロじゃない、トロトロだよ中のジャガイモ、トロトロ、すごっ、うん、この着物はハタツのチャンネルの方で紹介してるので、よかったらハタツのチャンネル見に行ってください。お願いします。もうキラキラでいくわ、お口金粉くすいてるほんとだ、キラキラよ、ほらヘラメ、新しいグリッターを新しいグリッターの付け方食べますか、うん、ごちそうさまでーす。ごちそうさまでした。じゃじゃーん、ウコッケーソフトクリームの金箔なしです。私とレインちゃんはね、ねーの金箔食べたけどね、うん、今も食べたけどね、うん、私はウコッケーのプリン、うん、もうね、昨日の夜からずっとプリン食べたかったのよ。あ、言ってたで、そういえば、うんうん、プリン食べたい、プリン食べたいって。これここね、視聴者さんがね、うん、美味しいよって教えてくれた。そう、そういえばウコッケー、ウコッケーだろう、うん、コッコ、いただきます。めっちゃ濃厚、もやこれプリンだわ、ね、やっぱし、うん、すごい味、これにカラメルを足したらさ、プリンだよね、プリンだ、うん、すごい、うん、でもレインちゃんも失礼、失礼、ミキレイン、ミキレイン、ミキレイン、本当に振られて失礼しちゃった。おいしいな、おいしいね、うん、うん、おいしいって笑うとこ滑り、しかも寒いね、うん、寒いね、今日、うん、いいよ、ちっちゃ、もっとでいいよ、うん、あ、ね、もっと食べてみて、カステレイン、ね、カステレイン、もっと食べてみて、カステレイン、あ、本当に美味しいっしょ、食べていい、食べて、いただきまーす、本当食べれん、うん、うん、滑らか濃厚、うま、美味しい、東茶がここは東茶屋、東茶屋街ね、ここは、うん、食べ歩きが禁止なんだって。そう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 、うんね、でもこれでイートインスペースがあるといいね、ね、食べるとこでゆっくり食べて、うん、写真を撮るとこは写真を撮ってね、うん、見るものを見て、そうよ、昔ながらの建物がいっぱいあるね、うん、マジ美味しい、美味しいね、幸せ、さっきのコロッケも美味しかったし、このアイスも美味しいね、美味しいものいっぱいいっぱいだね、うん、私ね、ソフトクリーム濃厚みたいなのあんま好きじゃなかったんだけど、だけどこれは分かる、いい意味でアイスクリームっぽいのよ、あのカスタード感じゃない、そう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 、私も牛乳嫌いだから北海道のああいう濃厚な牛乳っていうソフトクリームは苦手なんだけど、これはもうカスタードもはや、そうそうそう、だからいくらでも入る、うん、絶対それコーンと合うよ、なるね、うん、おいしい、食べていい、手でベタベタなんだよ、ベタベタなんだよ、ほら、ベタティッシュいるね、あ、ベタティッシュ持ってんの、もらった、女子、あ、もらったの、あ、おいしいわ、それか、うん、ね、うん、うん、うまっ、合うわ、うん、何、金沢ってさ、みんなバフルコーンさ、うん、出来合いしてんの、なんかすごい上手だね、いやイエイ、それレインちゃん何やってんだよ、ハタツンは背が高いから、こういう大ぶりのね、着物がすごい似合う、似合うよね、似合うよね、自分で言ってるからでもなんか小ぶりな感じよりなんか似合うよ、すごい背が高い、170あるから、かわいい、なんかこの中のやつとかも変えてくれて、うん、かわいい、なんか大正ロマンな感じでって言って、かわいい、やってくれました、いいね、かわいい、ありがとう、うん、見てください、抹茶なんです、ほら見て中身、抹茶が濃厚なんです、本当ですね、じゃあちょっと蓋をして食べたいと思います、蓋をして蓋するんだ、いただきます、お願いします、甘党、甘党、非甘党、あ、そうなの、濃厚抹茶、私抹茶すごい好きなんです、うんうんうん、で甘さ控えめで、うん、非、あ、
初めまして、私はたつんって言うんですけど、ひ、あま、皆さん、ひ、あまとうなんですね、こう見えて。だけどそんな私でもこう見えてて別にあま、ひ、あまとにも見えるそれ私は、まあ、ひ、あまと、こう見えてだけどさあまとうじゃないんだけど、うん、全然食べれる、本当に美味しい。兼六園に来ました。多分兼六園です。多分兼六園動画回ってんの回ってるよ、回ってるやば、動画モード。日本三大庭園だよ。そう、え、違うの、すごい。そうだよね、すごいじゃないか。そうだよ、来たよ。おいおい、おい、すごい、意外と紅葉してるね。うん、団子のマークを発見いたしました。この私のすごいこちらですね。団子のマーク。乾杯。ありがとう。いただきます。いただきます。ま、うま。うん。甘党パスタすごいいいわ。求めてた、求めてた。美味しい。タレが。うんうん。もっちもちだね。タレつけよ、うん、もっちもち。景色を楽しみながら、なんか焼かれてるやつがいいね、食感も。いつもと違う、いつもと違う普段食べない感じ、なんかベタってしないよね、うん、コーティングされてるというか、うん、団子三兄弟みたいなもんなんで。今日も見てくれてありがとうございます。疲れ、あとチャンネル登録、あ、そうだ、高評価とチャンネル登録。これチャンネル登録のボタンなの、うん、これは私がレインだから、雫のマークなの。あ、知らなかった。ハタツン、ここにタレがついてるなんて。あんたここについたタレがここについてる。ほほー、今ね、まだね、開店前なんだけど、張り切って15分前に来ました。今5時15分でね、もう麺屋タイガさんにやってまいりました。まだ今準備中です。もうすぐ帰宅ですけどもうすぐ帰宅ですけど、もう寂しくて寂しくて仕方ないの、私さっきからすごい光ってるよほんと寂しくて仕方ないの。どうしてくれるの楽しかったな、いっぱい食べて、マブピーマブピース、せーの、乾杯。お疲れ、お疲れ。いただきます。美味しい、飲みやすいですね、うん、美味しい。アラゴシ 100% アラゴシの 100% アラゴシ。神セット、あ、これ神セット、いただきます。めっちゃ美味しい、めっちゃいい匂い、ま、金沢ラスト飯、ラスト飯、美味しい、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、欲しい、うま、さっぱり、すっごい美味しい、美味しいね、今まで食べたやつ一番美味しい、うん、え、よかったね、よかったね、いっちゃん、うん、うん、太麺ですね、うん、すごい太麺のね、うん、うますぎ、うま、うん、私はカニが乗ってるのにしたんだけどさ、うん、全然生臭くないわ、うん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 、ちょっと一口で全然ある、あ、全然違いますわ、うまっ、何これ、これ何、これイカスミ、イカスミなんだ、へぇ、何種なんかさっぱりしてるね、さっぱりしてる、うん、美味しい、美味しい、わー、魚介だな、魚介だね、ね、うん、レインちゃんが横取りしました、へぇ、これ生姜切る、ちょっと生姜もらっていい？いいよ。失礼します。失礼します。なあ、全然。全然違う。
さっぱりタイプ。これ絶対生姜とかした方が美味しい。ほんま。ほんま。じゃあやっぱりね、これね、イクラスペシャルのやつだね、私おすすめだな。あ、ほんと？やっぱりここに来たら、この海鮮汁というか、魚介の素晴らしさを堪能した方がいい。そうだね、これだって限定20食って書いてある。そうだよね。美味しい、あの、濃厚。しかもね、並んでんの。たまたま早く来てよかったね。あー、これはもうお腹空いた時間に見ちゃいけないな。どう？うまい、うまい、幸せ。海鮮丼、うわ、やばいね、うまい、いくら、最高。いいよ、海鮮丼も味わえて、あ、これ海鮮丼っていうか、あの下は白、あの普通の酢飯じゃないご飯なんだけど、初日に食べたやつもさ、酢飯じゃないご飯だったよね。そうだったね、そういえば、私それがね、すごく好きなのよ、私。わかるわかるね、よかった、半年ぶりにレインちゃんラーメン食べて美味しくてよかったよ、よかった、安心したよ、なんか私母のような気持ちになる。はい、金沢旅終了でございます。お疲れ様でした。お疲れい、お疲れい。あ、さっきのねラーメン屋ね、お店出たら5組並んでた、数えちゃった。数えたのね。人気だね。だから金沢駅から徒歩まあ10分しないぐらい、8分ぐらい、7分ぐらいなんで、ぜひ行っていただきたいです。今回の旅はハタツントレインチャーとしましたが、どうでしたか、はい、ハタツンから。あの、私ね、夢だったのよ。そうだな、女子旅をするっていうこと、そして何かお揃いのことをするっていうこと、なんか今日全て流れの夢叶っちゃったよ。すごい楽しかった。ありがとう、ありがとう。私は食べるのが好きやから、美味しいものいっぱい食べれて、ラーメンが一番美味しくてよかったです。よかった、半年ぶりのラーメン。美味しかったね、美味しかったね、よかったね、よかった、よかった。でね、今この動画が上がってる頃にはハタツンのチャンネルとレインちゃんのチャンネルで動画がね上がってます。で、実はもう私の今動画上げてる前にもうすでにハタツンとレインちゃんの方でもね、あの動画が出てるんだけど、今回の金沢の旅の曲をハタツンが、あれですね、今回の旅のテーマソングとしていましたね。そうね、ワニマさんの共にと言っていいですか、はい、をハタツンがカバーして歌っていまして、旅の映像を使って MV を作るというものをしています。あとは着物もね、まあ、私は食べるところしか撮ってないんだけど、いろいろハタツンの方でチャンネル上がってますので、ぜひ見てください。お願いします、待ってます。レインちゃんの方では、まあ、あるドッキリと、あ、そうだね、昨日泊まったホテルの紹介と過ごし方とかやってますので、ぜひぜひ盛りだくさんなので、ぜひ見てください。はい、本当に2人とも今日はありがとうございました。ありがとう、今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニとモチとユミマロとレイとアタツンでした。バイバイ。はい。